少女、ジャンプウーズは、かつて、トゥインクルコーポレーションに所属していた、日本の女性お笑いコンビ。旧コンビ名は、ハネリスピカ。裏庭コミックス解散後、フリーでピン芸人として活動していた、白旗一穂と、同じくわさび解散後はピンで活動していた大田、さゆりにより、ハネリスピカとして2012年8月に結成。ハネリスピカとして、 初のライブ出演は2012年8月15日のお子様ランチボリューム20。所属は、それまで大田が所属していたのと同じく、トゥインクルコーポレーションとなった。なお、前コンビ名、ハネリ・スピカの意味は、大田の名前からハワイ語で、百の意味の、ハネリ・白旗の本名から、ラテン語で、この意味の、スピカを合わせたものである。2013年3月1日をもって、コンビ名を、 ハネリスピカから少女ジャンプーズに改名。この新コンビ名は同じ事務所の先輩、八井一郎が MC を務める演壇において視聴者の応募から決定した。これまでコント、漫才ともに演じている。コントのネタは親子の会話、女子高生の会話、魔法主婦と動物など、太田が動物キャラ、変な女子高生のキャラなど変わった役を演じることが多かった。 大谷にはフライドポテト人間のネタパフォーマンスがある。2013年5月25日に初の単独ライブおままごとを行った。2014年7月に解散。白旗はトゥインクルコーポレーションを離れる。大田は同社に残ってピン芸人となり、大田さゆり、またはフライドポテト人間として活動。また2015年5月からは元。 ちむちむちエリーの安倍みなとコンビ、2016年2月1日からは、この二人で正式に、ジョリー惑星というコンビ名となる。同時に、オータの芸名は、フラポテオータとなり、安倍みなが以前から所属している、松竹芸能東京に遺跡。なお、コンビ名のうち、惑星は、安倍みなの好きなポルノグラフィティの曲、惑星君から取っている。白畑一歩単独での出演については、 白畑一保出演の不死を参照。公式プロフィールより、大田さゆりのブログ内プロフィールより、大田さゆりのツイッターより、大田さゆりの今夜はポテトパーティー開きましょう2013年6月20日、非常に言いたいことハットワサビのブログより、白畑一保のブログ2012年8月15日より、大田さゆりのブログ2012年8月15日より、 白旗一穂のツイッターより、白旗一穂のブログ今日から、白旗のターン。2013年3月1日にて報告。少女ジャンプウズ、大田さゆりの、今夜はポテトパーティー開きましょう。2013年3月1日にて報告。トゥインクルコーポレーション公演情報白旗のブログ2014年7月16日、大事なお知らせ。私が、才能の塊です。 2015年3月21日閲覧。お笑いライブてっペン。2015年5月15日。てっペンハニー。ジョリー惑星。ジョリー惑星アベミナ、みなにこり笑う世界。2016年2月10日閲覧。幸せ。ボンビーガール。出演。ブログ。大田さゆりの。今夜はポテトパーティー開きましょう。2014年3月13日閲覧。なお。 同番組には相方だった白畑も2012年9月28日放送で出演していたため二人ともこの番組に出演したことになった。ありがとうございます。